梶谷隆之の成績。1000安打行ってなかった。石川武博より安打少ないやん。何見送る側で出席してんだよ。お前らそっちじゃないだろってやつが何人か見送りに来てたな。打席数少ないとはいえ OPS 784ってすごいな。いたらそれなりに使えるけど捨てすぎて話にならない。田村と同じであまりにも捨てすぎて悪い見本になってたし、体感も1ランク上の選手。デビュー時安打け当てるの下手だった選手の通算打率としてはよくやった方。引退試合なしってことは負債処理気味の解雇か。キャリアの最後に優勝できたし、まあ綺麗なやめ方。今更泣きついても遅いからな。ベースに裏切り者の受け皿はないぞ。故障が多いのもそうだけど、盗塁王の翌年に盗塁と下手になってたり、当時のキャリアハイの成績の活躍したかと思った。石川内野手でもできる千本安打なのに梶谷は届かんかったな。出て行った時は悲しかったけど、今となっては巨人に行けてよかったなと思う。ご視聴ありがとうございました。